片野坂さん解任されちゃったね。いや、我慢すべきかどうかをね、判断できるほど僕が見てないんですよ。そう、僕が見た時にはシンプルに守備の時の動作出しとか、あのクロス入ってくる時のあの視野の中に入れる対応とかが全然できてなくて、で攻撃の時にもビルドアップ全然できない試合と、そもそもする気ないみたいな試合と、あとはあの三者式みたいな可変やろうとしたら、フォートップに対して降りてってサイドバック、あの3バックの両脇も開くから、ただハマりにいってるみたいな、3バックのままだったらズレ作れるのにみたいな試合とかあったから、そうで、それでなんか、思ったよりなんかあんまりだなみたいな、思ったよりというか、まあ大分の頃からそれはちょいちょい出てたんですけど、あ、やっぱ相手見ながらやるサッカーほどはサッカー仕込めないんだみたいな思って、そこから見なくなっちゃってみたいな。だからでもまあね、だから日本の監督の中では、まあ、おにきさんとか片野坂さんいいけど、まあ、いつも言うように多分ブレンダン・ロジャースぐらいのレベルだっていう話はしてて、そうで気づいたら解任されたみたいな。まあ、ブレンダン・ロジャースが頑張る大阪の監督やってもうまくいかなそうじゃないですか。うん、その感じかなみたいな。でも片野坂さん自体は業界で評判良さそうだし、擁護する人もいるから、まあ監督だけじゃ帰れない問題みたいなのがあるんですかね、ガンバに。あとは、セイ君スパチャありがとう。ガンバ大阪、片野坂監督が解任になり、元長崎の監督である松田さんが監督に就任しました。ああ、情報ありがとうございます。いや、でも片野坂さんがうまくいかなかった理由は、本当長い人しかわかんないでしょうね。別に、片野坂さんの戦術が J リーグの中でめっちゃレベル低いかって言ったらね、海外の監督と比べては別に現代的じゃないけど、J リーグの中では全然いい方でしょうからね。それを浸透させられなかった理由とか、うん、うまくいかなかった理由っていうのは、個々人のところにアプローチかけても、J リーガーが変わんないっていうふうには思えないですよね。だからそれだけマネジメントむずいっていうか、そう、昔、岩尾さん言ってたけど、ね、教えたことはやらないみたいな。そこはプライド高い人ばっかりだからっていう説と、僕は酒井宏樹さんに聞いた、いい選手はみんな謙虚っていう説と。うん、で、例えば今だから言いますけど、僕、リベンジャーズ行く前に、めちゃくちゃなんか、ね、とんがった感じというか、なんかこう、つんけんした感じの子だばっかりだったらどうしようと思ったら、もうね、めっちゃ素直な子多いんですよね。うん、もしあぶ今残ってることは、まあ、そっちは僕人事権ありますから、そういう子ばっかりになってるし。そうだから。で、やっぱ伸びるしね、教えたらやっぱりもう、そこはもう、聞いてくれないと嫌だっていうね、うん。頼む、聞いてくれっていう、そのパッションの部分がだいぶ僕は強いんですけど、でも片野坂さんもパッションあるタイプだしね。だからこれは分かんないな。あとは、ガンバの質を見てた人がね、その人の分析が必要なんじゃないかと思いますけどね。ノブさんも言ってましたね。売れてる人は優しい。ああ、余裕あるしな。うん、